なんか腹減ったな。そうだ、あれ食べてあれつけるか。ゆうきさん、去年の流行語まだ使ってる。わあ、でも2024年は何が流行んのかな。カルス、カルス、カルス。国分さん、そのカルスって一体何なんですか？これですよ、これ。微生物を使った土作り資材、カルス NCR です。それって、こんなにすごいんですか？くっくっく、皆さんの土作りの常識が覆りますよ。農家の方々から人気に火がつき、家庭菜園でも注目されているカルス。その凄さを体感するべく、今回はカルスを使って古い土の再生に挑戦です。カルスに必要なのは植物の残りカスなどの有機物になります。この収穫を終えたオクラやピーマンなどを使ってみましょうか。え、枯れ始めた植物が役に立つの？やり方は簡単。細かくしたオクラの茎やピーマンの葉っぱなどを土の上に並べて、その上にカルスを撒くだけ。国分さん、そんな太い茎がいけるなら、もしかしてこのバナナの皮も大丈夫ですか？その通り。家庭で出た生ゴミや細工さんも OK なので入れてしまいましょう。というわけで、バナナの皮に屋上の野菜たちの葉っぱもじゃんじゃん投入。カルスって食いしん坊なのね。最後に土をかぶせてたっぷり水やりをしたら、できたー。ゴミが資源になるなんてエコだし簡単ですね。じゃあ有機物の分解が終われば再び使えるってことですね。カルスは有機物が残っていても大丈夫。作物を育てながら土作りができるんです。ここが常識を覆す土作り。夏場なら1週間、冬場でも3週間空ければ種をまいて OK。 そこで我々も3週間後小松菜の種をまいてみました。種をまいてから1週間、プランターはどうなったでしょう？皆さん目を開けてください。どうぞ。おお、出ている。そして土の中は筋は残ってるけど、結構これ溶けてるというか分解されてるんじゃないですか？微生物が食べてるってことですよこれ。そうですね。ゆきさんのバナナとか入れたのに確かにバナナ入れたな。全く変わらない。臭くない。カルスブーム起こりそう。次回 FBS とコラボ。